疲れ様です。今日の試合は0対1で負けて、個人としては良くなくて、特にプレーがすごい消極的になってしまって、それが一番良くなかったなと今思います。ケルンには3つプロチームがあるんですけど、1つが今何回か僕の動画にもちょろっと出てた成功が働いてる FC ケルン、もう1つが、何回かそれこそ出てくれたらちょっと動画に映ってた、ケンタが働いてた、ビクトリアケルで、そこは3部 でもう1個が、フォルトナケル、フォルトナケルは今4部なんですけど、この3つがケルンにある、プロサッカーチーム でフォルトナケルは4部なんですけど、昔ブンデスリーガにいたこともあって根強いファンが多くて、で今日の試合は僕たち相手だし、天気も悪くて、1200人ぐらいだったかな、1200人ぐらいしか入んなかったんですけど、ちゃんとスタジアムで1200人だけど、ファンの声援も結構ちゃんとしてて、試合中の雰囲気がすごい良くて、で監督からの指示もファンの声で聞きづらい、聞こえないシーンもなんかすごいいい雰囲気プラス、強い相手でもっとなんか楽しめればよかったんですけど、それ以上にもうなんていうんですかね、ミスにビビったというか、何個かいい、縦パスとかもあったんですけど、もっとできたなっていうのが、正直な感想で、すごい、リスクを負わないことも大事なんですけど、それ以前になんかプレーが消極的、ちょっと尻込みした感じのプレーが多くなってしまって、ちょっと、そこが良くなかったです。僕自身、4部のリーグで、満員の観客とかいうわけでもなく、こういう風に感じたので、やっぱりプロサッカー選手は何万人の前で全く仲間の声も聞こえない中、リスクを負ってプレーしたり、逆にリスクを負ってミスって失点したりで、逃げ腰になってそれこそプレーしたり、僕もよく思うんですけど、テレビで見てたりスタジアムで見てると、ここのスペース空いてるのに前に大きく蹴ってしたりとか、なんで使わないのとかすごい思うこといっぱいあるんですけど、実際自分もこういう風にプレーしてみて、こういう風に、実際自分も僕は規模がもう何十分の1とか何百分の1ですけど、そういう風に感じたので、やっぱプロサッカー選手って何万人の前でそういう見えない大きなプレッシャーと戦ってサッカーしてるのは本当にすごいなというか、だからそういう気持ちをなんかピッチの上で感じれたのが良かったなと思います。例えばハーフタイムとか、なんか外からの指示でここ空いてるとか、そういうのを伝えるときに、いや空いてるのは分かってるけど、この精神的な、なんていうんですかね、精神的な支援とか助けが必要だったりっていうのが思ったので、ちょっとうまく説明できなくて申し訳ないんですけど、だから空いてるスペースを伝えるためにミスしても大丈夫っていう風な、ミスしても、そのミスは俺が引き受けるというか、監督コーチが引き受けるっていうようなアプローチの仕方があるのかなっていう風に今日思いました。選手、僕はまだ選手になってるんで、選手としては逆にそこは自分でそこに打ち勝たなきゃというか、頭の部分の総合を変えていかなきゃいけないなっていうのは思ったんですけど、監督コーチの立場から、こういう風に言ってくれたら嬉しかったというか、もっと積極的にプレーしやすかったなって思うこともあったので、なんかそういう意味では学びのある試合でした。ただ今日は、ケルンにいる友達が結構見に来てくれて、その中でちょっと消極的なプレーが多くなってしまったので、ちょっと残念だったんですけど、これも一ついい経験として、次に生かせるように頑張っていきたいと思います。